先ほど北中米ワールドカップアジア2次予選ということで、はいえー、北朝鮮戦が終わりました、はいえー、国立開催だったんですが1対0で日本が勝利ということで、えー、もう終わりたてほやほやなんですが今回、橋本さんに来ていただいて、えー、そこの戦況だったり、まあ、日本代表がこれからどう進むべきかというところも含めてお話伺いたいと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいます。 で早速なんですが、はいえー、スタメン、もうあの今回もう即、えー、動画公開ということなので、うんえー、テロップも何もつけられない状態なんですが速報的な形でフォーメーション4二2一3 1で、うん、1> 後ろから鈴木財音選手、うん、右から菅原板倉町田あ、左が伊藤。伊藤うん でダブルボランチ田中モリタで三枚がど安南の前田でワントップ上田っていう、はい、この今回の布陣を踏まえてまず、えー、スタメンはどのようにこう感じられるか意外でしたそこはどういう意味で意外でしたえっとねまあ遠藤選手が出てないっていあなるほどはいまあ疲れもあるんやろうなーっていうのでうん、うん、まずそこが気になった、うん、まああとは中盤というかまあ前田選手が先発で出てるうんうん、うん いいううとところろもまああ意図は間違ななくあるやスピードのところで生かしたいんじゃないかなっていうところ、うん、まああと田中碧選手も、うん、アジアカップいなかったのに帰ってきたらすぐスタメンだったっていうところもちょっと気になったなっていう、うん、まあ最初の印象はそこですね。うんまあ、それを踏まえてまあ立ち上がり、まあ、前半45分。はい前半で言ったらもう立ち上がりまさに左サイドのところを起点に、うん、え得点につながったんで。うん まあ、あとは、まあ、南野選手、が、あの、堂安選手のね、こう、折り返しを。ちょっと、空振ったというか、ミスキックしたんですよ。でも、あれ、ワンツーなったじゃないですか。うん、持ってるなて。<laughs> ね、あれが、大体、そのままで出ちゃって、攻撃終わりなのが。はいうん、まあ、逆に、堂安選手も、あれで。 折り返しになるように走って、うん、もう一回蹴ったのもあるし、うん、あとはね田中碧選手があれ一番最初ドアン選手クロス上げてるんですよあそうですね確かにパーにね<あ>見て確認して上げてて、はいうん、まあ要はボランチの位置からあそこまで飛び出して、うん、でそこからクロス上げて、うん、で折り返しがまあ変なしその南野選手の後のもう1回クッションがあるときに戻ってきてるんですよね。うん、ですね。はい やっぱあれで動きをやめないっていうことがすごい大事やなって思いましたし。まあ、それに続いて、あのシュートも力んでないんですよね。うんうん、当てるだけで、やっぱ決めてる、やっぱ得点感覚あるなってって。ありますね。あれ、ふかしがちですよね。あれ落ち着いて決めて、まあ、そこで、え、またオンのみたいな。うん、また取ったやんっていう印象はあって。うんうん、まあ、前半全部でいうと、まあ、そこがいきなりピークが来ちゃって。うん これ何点半いいのかなと思ったんですけど、うん、そんな予想はつきましたよねななんとなくですけどついてなんかボールがこう回ってるし、うん、なんとなくいいけどちょっと停滞したんかなーって思ってもその中でもまあ堂安選手はね南野選手とこう、うん、抜け出し1対1になったりとか、うん、チャンスがないわけでもなかったんで、うん、なんかこうすっきりもしなかったけど、うん、悪くもなかったような、うん、前半かなと。うん、どういう印象でした 僕はまあやっぱ上田選手が起点にまあやっぱあそこでため作れるので、うん、まあ先制点もそうでしたし、うん、であと前半の最初の方はまあ右サイド堂安南の、南野菅原のこの関わり合いがすごくいい形で。 あのトライアングルできてたりとか 2, 2人目3人目っていうところで,、うん、で左サイドはちょっと最初は立て立てみたいな感じだったんですけどでも少しローテーションしながら前田選手もこう中に行って、うん、伊藤選手が高い位置とか、うん、1で一回ヒールでね出したやつとかね。はい、でなんかあのサイドからのワンタッチでこう侵入していくシーンっていうのが途中増えたりしてうん、うん、あ,あれはまあすごくいいなっていう思いながら。前半半の後半ぐらいは、まあ 左サイドが結構割と起点になったりしながら、うん、そこら辺はすごくあの評価できるところというか、うんあのー、そう思いましたただ得点っていうところ、うん、匂いはあったもののかおなかなか決めきれないっていうところで、まあ、ちょっと苦しい展開になるんじゃないかなというのはちょっと思いましたあ,あそうなんやまだそこまでは自分自身は思ってなくて、はい、まあなんとなくはできてるけど、うん ちょっといつもみたいな感じはするなっていう印象では終わったんですよね。前半は。で、まあ、後半ですよね。まあ、はい、後半立ち上がりでどういう入りとか。うん、まあ、本当に前半と後半でサッカーガラッと変わるので。で、北朝鮮がどういう、こう、あの、日本に対しての。守備の当て方をしてくるとかも含めて。 それ次第でちょっと苦戦もあり得るのかなというところは素晴らしいはい全然何も思ってなかった <laughs> ですか <laughs> はい思ってましたけどまあでもやっぱ前からこうボールをこう奪いに来てっていうところでそういやし、うん、メンバー多分二人相手変えて帰て変りましたねはい、変えたことでちょっとあ帰ってきたんやってな、うん何で変えたんかなって思ってて、うん、したらもう前からのプレッシャーがすごい,いすごいそうですね圧力かけてきて だからセカンドも拾われてでくさびもこう前に潰されてっていう連続になって、うん、あ,あ流れ悪くなったなってこんな流れ悪なるもんなんやっていうのはなんでまあ後半えっ、ー、と遠藤選手を交代したりとかそうです、ね、10分ちょっとです五57分ぐらいかなそうですねに変わって入ったんですけど、うん、なんか森田選手があれが悪かったのか、うんうん ちょっとね、すごいそこは気になっててうどう見ました 僕森田選手が悪いとは思わなかったんですけど、うん、多分守備強度とか、うん、あと運動量とか、うん、あと、まあ、その森田選手前半こうボールを触りながら起てになってたと思うんですけど、はい、だからそれよりちょっと劣勢になってきたんでうん、うん、やっぱそこの守備強度をちょっと上げに行ったのかなとかでその、まあ、引きながらもこう自分たちのこう主導権に戻すっていう意味では、うん、やっぱボールを奪うっていうとことあと我慢強くこう最終ラインを含めてやっぱうまくこう守備、うん の構築っていうところでまあその遠藤選手をこう入れたのかなみたいな<ー>、うん、そうだから解説陣もあの試合のね、はい、映像を見ててもなんかあ「入って落ち着きましたね」って言ってたけど、うん、そんなにそう、はい、ちょっと思ったより<の>なんか一瞬こう遠藤選手が中盤で持って運んで、うんうん、でちょっと田中碧選手の位置が。 低い位置で横並ぶっていうよりはちょっと高い位置になったからもしかしたらアンカー気味にして、うん、その形もちょっと変えながらやりたかったんかなってちょっと思ったんですよね。でもそのやった中でもこうドリブルでねえー、っと伊藤選手がイエローカードもらったシーンとかも、うんはい、まず。 遠藤選手がこう来て、うん、で追い込んで股抜きされて、うん、突破したところをファールで手で止めて、ね、イエローやったと思うんですけど、はい、あれも誘導してるようで結構いつもやったら遠藤選手はあそこでガッて行ってるんちゃうかなっていうのとうん、うん、もう一回反対側この右サイドでも、はい、同じように縦にグッていかれて前に入られたんですよ、ね。うんはい、やっっっぱりりコンンディションのととここころろだったり途中から入るてううであまりこう 体の状態がしっかり移動もあるし時差もあるし上げれてなかったのかなだからスタートじゃなかったのかなっていうちょっと印象はそうですねありましたねねそうです大きく流れががらっとその交代によって変わるっていう北朝鮮も圧力はずっと強めたままでで一番その挙区が変わったっていうのは3枚交代っていう28分ですかね後半。 えー、3枚替えということで橋岡選手、浅野選手谷口選手で3バックにして、まあ、5バック気味というか、うん、バックにして5、3、2みたいなところだったりしたと思うんですがあそこはどう見てましたかいやでも3枚にして受け身にならへんかなっていうのはまあ正直思ったところで、うんうん、でもね受け身にならなかったんが、うん、ラインめっちゃ上げたんですよね。 まあ,あれ多分谷口選手結構中心にみたいなことを解説陣の方も言ってましたけどあれはすごい意外で、うん、で5になってるようだけどもう5のラインがそのボランチのラインに近くしたから、うん、ボランチとセンターバックの間のスペースはもうなくなってたんですよねだからまあそれで、まあ、ある程度こうコンパクトさが出たからセカンドが拾いやすくなったんかなとは思って。うん だけどまあそれがまあ大きかったんかなっていう,う、うんうん、まあゲームを締めにいったっていうところもあるのかなと思いますけどね。まあ、それによってまあ守備というかあの最後最終局面でのおピンチっていうのはだいぶそうですねそっちの落ち着きはすごい感じたんですけど攻撃のところがそれですごい、うん、なんかもっと良くなったかって言ったらそこはちょっと僕の中ではそれ以上には見えなかったところもあってまあそれはもう前半から。 ずっとつながってくるところにはなっちゃうんだけど、うん、まあ上田選手がなんかねこういろんな動き出し,してるのにあんまりみんな見んんないってでそれで、まあ、後半の立ち上がりもオフサイになっちゃったりとかっていう、うん、まあクリアーというかキーパーが蹴って戻ってくるのが遅いからオフサイになったりとかし、はい、戻りオフサイみたいになってたんだけど、うん、まあそれもなんかこうリズムが前線の選手と中盤以下の選手があんまり合ってないし時間もあったのかなっていうのは。うんうん で特にそこで上田選手がこう相手がライン高くしてコンパクトにしてきたからちょっと劣勢の流れになった時に、うん、どうしても前田選手はタイプ的に背後っていうイメージがあるから出すんですけど上田選手もねこう膨らみながら結構走ってて出さないからオフサになってるようになって出さずにパスしてみたいな感じで1回消えちゃうんですよね、うんうん、押さえになるんで,でそれでなかなかこう前に入れれんくなってちょっと苦しんだんちゃうかなっていう気もするんで。うんうん せっかくやったらあれを起点にちょっと流れを作って、うん、まあ変な話起点慣れてたわけで、うん、前半の点になった時でもそうですし、うん、逆サイドの右サイドでも起点になって菅原選手とかそこの堂安選手と絡んで慣れるものがあったから、はいうん、だからちょっとそこはなんであんまりやらんかったんかなって思ったし、うん、逆に前田選手がそれ抜けた時とかに。うん ねちょっとスライディングシュートって外れちゃった時とかも若干それが遅れちゃうというか多分自分のリズムでボールが入ってきてないからそこの立ち位置がもしかしたら抜ける時にも自分はオフサイドラインのところにいてもいいんですよね逆にマヤ選手早いから先にそれ突破してもらってそうですねそのポジションが取れたらだいぶ良かったんかなと思うんですけどどっちがやったらちゃんとも引いちゃってるから早すぎて遅れちゃう。 っていうのも生まれてたんで、うん、だちょっとリズムが本人の中でも取りにくくなってたんちゃうかなーっていうのは気になりましたね、うん、あのこれぜひ録画してる視聴者の皆さんちょうど前田選手の方目を追いがちだと思うんですけどその中で上田選手がね、はい、必ず動き出ししてるんですよ。 そこら辺はねちょっとチェックしていただいて、はい、そこら辺がちょっとこうタイミングのズレというかまあう出しての関係というか、はい、だからセンターバックが持っているところからサイドバックにボールが入って、うん、その瞬間、こう流れて裏を取ったりとかっていう動きももしてたんでですよそれが全然目が合ってる感じじゃなくて 1>,、うんうん、1人だけ動いているから逆に言ったらリズムとしては浮いているようには見えるんですよね。うんうん でも、それがリズムが出ている中でその動きがちゃんと行かせて,る時っているときはやっぱりいい攻撃ができているなと思うので前とかは堂安選手がねどこの試合かちょっと覚えてないですけど左にこう切り返したときに斜めに入ることでグランダーのスルーパスでそれで誰でシュートって決めたりとかそのタイミングに合ってるときはい、e、いボールが入ってくるとそのペナルティエリアの相手が多い中でも受け入れてるんです、うんうんうんはい。はい で今回は北朝鮮がライン高いから、うん、変なし逆に言うと背後にスペースがいっぱいあるにもかかわらず、うん、そのランニングしてもあんまり出さなかったんですよ、うん、で逆に浅野選手とか出てきたらめっちゃ増えたんですよそうですね確かにめっちゃ長いボール増えたんですよ、うん、でも本当に長いボールなんですよね、うん、だから下で通せそうなタイミングがあったりとか、うん、まあそういうのもあったんじゃないかなって思いましたね、うん、まあとはいえ まあ、あのやっぱこういう議論ができるぐらいに日本の、まあはい、レベルがこう上がったのかなというのは思いますが、うん、まあ今後お、最終予選というところも踏まえてなんですが、はい、まああの,今日のお試合を通じての、まあ、日本の良かった部分と、はい、まあ今後、まあ、改善というか、まあ、今後という意味ではこれを強化した方がいいんじゃないかなというふうなところは。良、はいえー、かったのはまあ間違いなく勝ちきったことですよね。うんうん あのちょっと劣勢になってもすごいゼロで抑えるっていうのは大事ですしあの鈴木選手はね弾いてポストか当たって跳ね返って入れられたのも結局カバーリングに入ったのがあれ誰やろうまあファール伊藤選手かなファールされたっていう形でその後ゴールには入ったけどあのファールでもプレーが止まったんで結果的にああいうところでちゃんと戻ってカバーをするっていうことをやってたからファールになってるわけだからまあその辺はしっかりやれることはできてるんじゃないかなって。 まあやっぱ守るっていうことはああいうちょっとしんどいでホームだからもっとできるでしょうってみんな言うけどでもやっぱりワールドカップの予選で難しさも絶対あるし相手が流れを変えてきたやり方変えた時に対応するのに資格する時もある中でちゃんと結果として勝ちきるっていうのはすごいいいポイントじゃないかなって。なんやかんや勝っていかないと次につながっていかないんでそこは本当一番大事やなっていいサッカーして。 よかったよねって言っても、気を負けたその次のステップに行けなかったりするんで、うん、やっぱ勝ちながらそこを修正できるっていうのは、すごいいい状態やと思いますね。うんまあ、田中選手も最後終わった後に言ってましたけど、はい、勝ちながら反省するっていうのは、非常にいやいいと思います。はい、まあ,あとはもう、田中選手が抜群でしたけど、ね、うん、ちょっとびっくりするぐらいに、うん、そのやっぱ攻撃面で点を取るっていうところだけじゃなくて、ボランチとして守備のところでも、うん、まあ、カウンターというか、 コーナーキックのカウンターとかで戻ってかけっこになってもそこで負けず、うん、まあ相手の方が速かったですけどそ,す、ねうん、それもちゃんと体最後入れて、うん、球際で勝って、はい、バイボールにしてっていうのでそうですそういうプレーがあったりとかつなぎのところでもですし後半でもそれを2人目で取って、うん、その後持ち運んで時間作ってつないだりとかその緩急のところもやっぱり絡んでましたし、うん、本当そういう意味ではミスも本当に少なかったと思いますし。うん どうしても、ね、プレッシャーがこうちょっと、ね、ファール気味で全部くるんで、うん、どうしてもこう相手に当てたくないとかちょっとかわそうとすることでミスが増えやすくなるんですけど、うん、その中でもすごい少なく安定したなっていうのを感じましたね、うん、改善面としてはどうですか改善面はもうアジアカップから続いている長いボールの対応ですが、ね <laughs> まあ、本当それによって、えー、北朝鮮側としては、うん、あのリズムを取り直せたというか。うんうん これでいけるかもって思わせたのは結果的にヘディングして、うん、あのその後のセカンドでもう一回とかっていうところのゴチャゴチャってなってのところのカバーが中央で起きてしまってサイドバックがカバーしきれなかったりとか中央の2人にちょっと負担をかけてしまうような形がちょっと多かったかなっていう気がするんでまあそれが最終的に3枚にした理由にもつながってると思うんですけど。 まあその辺りを4枚のまんまでもどうここを改善するかまあ本当一1対1の競り合いだけの問題じゃないと思うんですよね,、うん、すよね次のセカンドっていうところを相手は狙ってきてるんで、うん、まあその辺りの回収の仕方だったり今度は出す,出,す、うん、出し手の方をどんだけ抑えるかうん、うん、逆に言ったらそこを飛び込んでったらつなぐかもしれないでです、ね、じゃあわざとつながすっていうことも一つの手だと思うんですよね、うん、でそれで近づかしたら長いボールじゃなくなるかもしれないし、うん、まあその辺はやり方はいろいろあると思うんですけど、うん まあそこがもうちょっと安心して相手がもっとサイズがあるチームでもうそれを本当に徹底的にやってきたときにちょっとまだ怖さはあるなと思いまそうですねまああのまあ3バックっていうところは、はい、まあその改善改善というか、うん、まあ一つの対策としては今後大事にされるかなというふうには思いますけどとはいえ、まあ、勝ったことは非常にポジティブだと思うので。はい で次が26日、はいえー、アウェー開催ピョンヤン開催だったんですがちょっとそれがなんと速報でニュース入りましていやびっくりした、はい、あの中立地なのか、うん、どこなのかてんてんてんみたいなところみたいであの,あのなんですかその当時に2011年に、うんえー、アウェー開催があった時、はいえー、ザックジャパン、うん、その時にゼロ一で負けてるという。 情報を仕入れまして何がきつかったんだっていうそしたらやっぱりまずアウェイの洗礼でまあ入国にしい、4時間待たされたとか移動も大型バスからマイクロバスに変わって荷物を後ろに後部座席に詰めさせられぎゅうぎゅうで行ったとかホテルも全面ガラス張りだったとかだからもう誰かに見られてるようなンちゃんとかもうちょっと精神状態がやっぱあれで。 不安定というか、えー、それで駒ちゃんのところにこう、うん、一緒に寝てくださいと、はい、いうことも聞きましたし、まあ、人工芝だったとかは、はい、ピッチ外のこともありながら、まあ、ピッチ内は人工芝とか、うん、まあ,あとはその時はまあワールドカップ決めてのそこだったみたいなのでそう,、ね、まあそういう心の部分もあったかもしれないんですがでもちょっとどうなるかわからないので,もうでもそこではやらないと、ね、い,いうことですね。 だからまあ日本にとってはポジティブじゃないかなっていう,う。そうですね。まああとはその勝ててないところやから、うん、僕はどんな感じになるかはあの見る側としてね。はい。やる側じゃないんで、うん、まあ見る側としては行って欲しかったなっまあまあ。ちょっと思ってますけ、ね <laughs> あ,あ,ね、あの興味本位というか。そうです。まあどんな感じで。でまたそのアウェイの先例がまた受けたメンバーから今回みたいに、うんうん、あんなあったよっていうのを聞くってちょっと面白い,い、うん。面白いですね。確かに。 見る側としてはいや行く側としてはそれは違う方がいいよねっていう話は間違いないしあとはもう大手決めてるじゃないですか二次予選をもうあと一回勝てばっていうところで3試合残ってるんでそれもあって僕は行ってほしかったなって勝手に思ってましたよね。そうですね確かになかなかそれは経験できるもんじゃないと思ったんででもなくなったんで逆に言ったらそれでしっかりどこの中立になるか分かんないですけど勝ちきってほしいなって思いますよね。 話を変えて、えーとーまあ、今回のメンバー選考に関してなんですけど、はいはい、長友選手がこう久しぶりの、うん、いやマジでびっくりした代表復帰だったりとか、まあ、小川選手入ったりとか、はい、まあそこら辺の,この選考に関してのこうどうう感じたのかなってい,ういやもう長友選手は北朝鮮相手にっていうところで、うん、やはりあっちに行くっていうところで。うん いるとまあさっきの話じゃないけどホテルでとか、うん、何々でとかって言った時に、うん、楽しもうよっていう方に間違いなく持ってってくれる人間だと思うのでそういう要素も大きかったかなって、うん、まああとリーグでもね結果的に代表入ったあと点も取ってますからね点取、うんね、ってアシストして、うん、やっぱそういうちょっと乗ってるところも逆に言ったらしっかり。 森安さんというかもう日本代表のスタッフは見てるんだなっていうのはすごい思いましたね、うんうん、でまあ、小川選手は結果的にあの海外で活躍して、うん、点も今8 9点取ってきてるんで、うん、ま,、ねはい、まあしっかり点を重ねてる分それはちゃんと呼んでもらえたら嬉しいなって思ってたんで、うん、まあそういう意味でどこの国でやっててもしっかり結果を出したらチャンスがあるっていうふうにはしてもらうのはすごい嬉しいなって。うんうん まあやっぱそれは見てるよっていうメッセージにもなるかなと思うのであとは来た時に出れるかどうかっていうところがあんまり僕ら分かんないじゃないですか、うん、読んだのにアジアカップでも23人とかいる中で出れない選手が1試合も出てないとか、はい、もう本当数分しか出てない選手が結構いるイメージがあるんですよね。はいはい だそれが何が理由なんかは結構興味あるなって呼ぶところまではやっぱしっかり見てだからこう構成してるでも結局出れないっていうところのそこの差っていうのはどの程度あるんやろなって今回も呼ばれて小川選手呼ばれてでまあ今日は出れなかった今日は途中から最後ら最後だけはいってなった時にまああの他の選手次のアウェーで 使ってもらえるのかなっていうのはなんかやっぱすごい思うんで、うん、まあその辺がこういうワールドカップ予選に呼ばれるちょっと難しさなんかなって、うん、まあアジアカップもそうなんですけどす、ね、普通の親善試合の時は大胆にこう交代枚数も多いですから、うん、チャンスあるんかなと思うんですけどまあその辺がすごい僕は何か期待したいところと気になってるところですね、うんうん。なるほど じゃあちょっと最後に、まあ、締めにかかるんですが、はい、まあ今後の日本代表というところで、まああのまあ、期待するところというか、はい、どう進むべきかというところは今、ボトムアップと言われて,てはいて、はい、選手たちが中心にという、まあ、それをこう上がこう受けてとていうところでそんな話もいろ、うん、いろ、えー、議論として上がってますけど、はい、実際にこうどう進むべきがベストなのかなてまあ橋本さん的な視点でいいので。はい、あ僕のの視点では今のやり方が 合ってるのかなと思ってます、うん、なぜならまあやっぱりトップレベルでやってる選手が増えた部分、うん、あのその知識だったりパフォーマンスが100%出せる環境を逆に監督が作れる方がいいのかなと、うん、逆に窮屈に監督がその枠をガチャってしちゃって、うん、その中でパフォーマンスが出ない選手が増えるよりは、うんうん、全員が最適解の中で 力をを発揮できるる環境を、まあ、今も多分模索していると,、うん、ところだ,と思うんですよ、ね、だからそのやり方自体はそんなに変えなくていいんじゃないかなと、うん、まあ,あともしそれに加えるとしたら大きな流れとして、まあ、その5万円になった時とか4万円の時とか中盤の構成が変わった時とかに。うんうん じゃあスタンダードとしてどういうことをやろうっていうようなところのコンセプトはあってもいいのかなと思いますよね、うんうん、でも全体像でいうと今のやり方がガラッと変えて肩にはめて、うん、これをこう約束事がどんどん増えて、うん、相手のやり方が変わった中でちょっと違うよってなった時に、うん、自分たちで変えれないっていう状態にならないようにするには今のやり方の方がいいと思いますね、うんうん、ありがとうございますはい まあでも、あのー、本当におっしゃる通りで僕も、まあ、そっちの意見なんですけど両方の,このフォーメーションもこう併用したりとか、はい、まあ相手をリスペクトするだけじゃなくて、まあ、自分たちの形っていうところで、うん、まあそういうフォーメーションをこう併用しながらとか、ねはい、まあ日本のこの強みっていうのは、まあ、まだまだこう成長段階だと思うので、うん、まあもちろんその高さに対してとかいろんな対策がある中で、うん、自分たちでその3バック、4バックっていうのをこう、はいろいろ 使いい分けながらっていうまあ監督も含めてなんですけど、はい、うそういうの模索しながらこうどんどん進んでいくのが今の日本代表にとってはいいのかなとうう思うので、うん、まあ今後の日本代表にもちょっと期待をしつつ、はい、まだけが人のたくさんの、ね、<ー>活躍してる選手たちもいますので、うん、まあそういうのも含めて、えー、今後まだまだ期待の日本代表なんで次は、えー、と次回26日。はい 時間帯がどうなのかな、まあ、多分もしかしたら、ね、なんかちょっと早い時間5時とか言われたりしてるけど、はい、また変わるかもね時差の問題がねですね変わる可能性があるので、えー、まあそこは調べていただいて、えー、ニュースをしっかりとはい、はい、待っていただいてということでじゃあ今回は久しぶりに模速報ということで橋本さんに来ていただきましたありがとうございましたありがとうございましたあ、それでですね、えー、橋本さんはい、YouTube チャンネル開設された<ー>はい。 えーはい、概要欄の方に記載させていただきますので皆さんぜひ応援の方もよろしくお願いします。ということで今後の日本代表も皆さん応援しましょう。それでは